こんにちは 84.1MHzFM サルーズ 88.9MHzFM 品川 FDK プレゼンツ備えるラジオ。 番組パーソナリティーの木村千代子ですこの番組は日常生活の中で普段から気軽に取り組める災害などへの備えについて片肘張らずに語ろうという番組ですえ今日もですね横浜市青葉区にありますいつこもスタジオタマプラザより生放送でお届けしていますさあ今日は気温上がっていますね、えー、今横浜の気温はと言いますと、えー、25 4度まで上がっているのかな、ね、かなり気温がちょっと現在の気温ちょっと見てみますねはい東京で、えー、25度こぶまで上がりました、ね、夏日となってましてで横浜では24度3分ということでね夏日目前となっていますえー、今日は東京は27度まで上がる予想横浜では26度まで上がる予想ということでともに6月下旬並みの、ね、気温暑さ ということでまた今日ね晴れています 一日広く晴れるねあの予想となっていますので紫外線対策も万全に暑さ対策と合わせてお出かけいただければと思いますさてこの番組は毎回テーマを設けてそのテーマに合わせていろんな話をしていきます備えイルラジオは FM サルースの YouTube ライブでも同時生配信中となっています FM サルースのホームページえそしてトップ画面のところに表示もされていますのでぜひそちらもアクセスしてくださいまた FM サルースは スマホアプリの FM プラプラでも聞けます。この番組ももちろん生配信中です。ぜひアプリもインストールしてくださいね。さらに JCBA サイマルラジオでも FM サルースをお聞きいただけるようになっています。インターネット経由でもぜひお聞きください。メッセージの続きは MSG@FM- サルース .dot.jp でお待ちしています。この番組は富士通電池でおなじみ f d k の提供でお送りします。 えさて今日のゲストは FM サルースと FM 品川で毎週日曜日の朝9時40分から放送している防災情報番組サロンド防災のプロデューサー角田雅人さんです。須野田さんはい 今角田さんはさ、ね、まざ、あ、ま、はい、な防災に関する活動あと団体にも、ね、関われているということで、はい、本当に、ね、ご紹介するのもたくさんあるんですけど NPO 法人東京いのちのポータルサイト副理事長を務められていたりあと NPO 法人横浜青葉まちづくりフォーラムの理事を務められていたり。 あと一般社団法人福祉防災コミュニティ協会の理事も務められていたりとかあとあの東京都耐震化推進会議副会長など。 ね、あの本当にまだこれだけじゃないんですよね他にもいくかあたくさんの,、ねあのはい、多くの防災関連団体の養殖に疲れているということなんですすなずさんはあの一昨年の11月にもこの番組にご出演いただいていまして今回は約一年半ぶりのご出演ということになります、はい、ということで、はい、今日はサロンド防災特集テーマをサロンド防災と備えとしてお届けします さあ、その中さんあの、改めてですが、リスナーの方にの自己紹介をお願いいたします。はい、えー、私はスノーダマーサーと申します。スノーダーのこはことびきという字なので、まあ、おめでたい人間とよく言われます。けれども、うん、私はあの去年の七月まで、当時の東急電鉄ですね。今は東急という会社になってますが、うん、そこに十三年間在籍しておりました。 そこでは大地補強とか防災東急グループの BCP 推進業務などを担当してまいりましたもともとの出身はですね東急建設なんですけれども、うん、こちらの方でで32年間建築設備技術者として勤務しておりました、うん、それから5日後に3年間ほど防災関連業務に携わってまいりました、うん、はい。ねえ まあ現在のまあ東急にまあご勤務でいらっしゃって、はい、で t、ね、s c o にもまあ携わっていらっしゃって、はいね、っていうようなことで,、はい、であの先ほど、ね、ご紹介した方からもまあ多くの防災活動に、ね、あの関わられているということなんですけれどもこの角田さんがまあこのように防災に関する活動に取り組まれるようになったのは、まあ、こういったきっっっかけって何があったんですか、はいまあ一言で言うと、はい、仕事上で必要に迫られたというのが本当のきっかけです。<laughs> そうなんですね、はい <laughs> <laughs> なんかもう自分から何かしたいとかそういうわけではなくいや何かをしなければいけないということでですね、えー、もう少し詳しく言っていいですか地域防災にはまっちゃったっていうことなんですけれども、はい、1990年代のバブル崩壊の後にですね、うん、え勤務先であった東急建設で、まあ、新規事業に捉え、はい、しろというまあお達しが出まして東京都庁の中にですね「うん、業種企業間交流」 IT 防災研究会っていうのを立ち上げました、うんはい、これはですね、えー、東海大学の名誉教授で、えー、2016年にお亡くなりになってるんですけども、はいえー、唐津はじめ先生という方がいらっしゃって、はい、この方は松下電気産業の技術顧問とか、うんまあ、マーケティングの対価なんですね、うん、それからあの分かりやすいところで言いますと、うん、シンガポールにですね、はい、LED の、えー、交通信号機がありましてこれを、えー、すぐに見に行って でそのまんま日本に輸入してきたといいますかね。うんはい、だから今は、えー、日本中の、えー、交通信号は全部 LED に変わってるんですね。そうですね。そうなんです。うん、はい。うん、そんなことを得られてる方です。でこの方に来ていただいて、うんはい、6年間続いたあの IT 防災研究会なんですけど、はい、私はもともと特技現説では IT の関係をやっていたもんですから、うん、これに何かをくっつけたら新しいことができるんじゃないかと思って、はい、まだ 会社の中では防災なんてことは全く誰も手をつけてなかったんでんまあこれでいいかなと思ってでききたたんでで、はい、これっっちゃおうと思って6年間続きました、はい、でその延長線上にありましてまあ当時ですね国交省の局長でいらっしゃった山本茂太郎さん、うんはい、この方は、えー、前山口県知事なんですけれども。はい えー、この方ももうお亡くなりになっていますけれども、はい、まあ推薦していただいて、うん、2001年にですね、はい、板橋区の鍵谷防災課長、はいえー、が実施された宿泊体験型防災訓練これに参加しましたその夜のミーティングでですね阪神・淡路大震災の経験者から「うんはい、ゼネコンなんかに何ができるんだ」と言われたのがですね、はい、とても悔しくて、えー、それから論文を一つ書きました。はい、重機ネットワークの構築による被災者、えー、支援 救援システムですね、えー、これを立ち上げました、はい、企業と地域、えー、人,との人と人とのつながりですねこれを形成するべくこれどっかでやらなければいけないので横浜市青葉区で まあ探ししててきて先ほど話にも出ました、はいうん、横浜青葉まちづくりフォーラムっていうところに、うんえー、無理やり入れてもらって、ええ、私は防災のことならできますってまだ始めたばっかだったんですけども、ねはい、防災のことならできますって大見を切って入れてもらいました、うんはい、それがそこで推進したのがきっかけです。長くなってすみません,んあでも もともとはまあ仕事の流れで何かやらなきゃって仕方, <laughs> 仕方なく始めたんですけどやってみたら奥が深くて <laughs>、はい、あやっぱりライフワークになりますよねこれはそんな気がしています。はいはい ねまあ、の今日はですね「サロンド・防災」の特集として、まあ、お届けしていくんですけれどもの実は私も出演させていただくことはあるんですけれいやれもう本当にあのいろんなお話をねあのさせていただきましたはい、はい、でその時もねあのなんですけれどもリスナーの方々 ね、まあ、あの、長い番組ということなんですけれども。でも、知らない方も、まあ、やっぱりいらっしゃるかなと思うので。どういった番組なのかっていうの、ちょっとご案内いただければなと思います。え、ど、どのように。そうですね。あの、まあ、あの、番組の内容ということで。はい。これ、あの、毎週日曜日9時40分から、まあ、放送されているということなんですよね。まあ、ないんですけど。はい。まあ、あの。 少しこう耳に入った防災の関係のことがですね何度も何度も繰り返して聞いているうちに、うん、だんだん本当にそのまま何かが分かってくるっていう、はい、そんなような仕組みになってるんですね、うん、これはの防災の関係者をお,まきお招きしてですね、はい、災害にあったらどうすればよいか、えー、災害に遭う前に何をしたらいいか、うん、っていうお話を頂い,いている、うんはい、これは FM サルスと FM ナガで放送されている番組。 でございますね。実はね、あのまあ先ほどまあ長く続いている番組っていう少しあの言いましたけど、これ18年そうなんです。丸18年になりました。ね、あの FM サロスで最も長く放送している番組なんですよね。であの毎回ねゲストの方をお招きしても放送されているということなんですよね。はい。あの新型コロナになってしまうより前まではですね、必ずスタジオに来ていただいてスタジオ収録してたんですね。はい。ただ そうも言ってられないでもやめるわけにいかないので、ええ、電話収録をまあコロナの後からはオッケーにしました、はいええ、ですので今はスタジオ収録と、うん、電話収録が半々ですねはいなるほどいやそのねまああの番組をねあの、はい、このようにさせていただいているので、はい、まあ18年続けるっていうこと本当に 大変だなというか、はい、なんか18年どうやって続くんだろうみたいなぐらいのそ,そ,そうですね思ってしまうんですけどはいね <laughs> しかもそのゲストの方も毎回ねはい来ていただいてっていうことなのではい、はい、そのあたりのご調整とかもねいろいろ大変なことも多いんじゃないですかです、ね、あの、うん、基本は私がその最初にあのプロフィールとして話していただいたはい東京インドシナのポータルサイト、はい、このメンバーが百何十人かいたので、えーうん、はい。 あの片っ端から出てもらったんですね。はい、<laughs> なので <laughs> この18年間で2度出てる人っていうのは少ないんですまあはっきり言うとねで最近はですね後見女子大学教授の鍵谷はじめ先生この方がさっき言いました私が初めてその防災に携わった時は板橋区の防災課長をされていたんですねまあこういう方なので今ではもう彼に頼ってですね私が探してきているのが半分ぐらいで鍵谷先生が えー、紹介してくれるのが半分ぐらいというふうに、うん、今そんな状況になっています。なるほど、はい、ね。やっぱりでも番組を制作するってまあ楽しいことも多いですし、まあ苦労もあってっていうところなんですけど、はい、やっぱりその楽しさや苦労っていうのはどういうところでありますか。そうですね。はい、あのー。 収録した後にですね懇親会をやってこれがやっぱり皆さんに人気があってですねまさにここで「防災の花」が咲いて次の連携が生まれるんです。ですが零細放送局なので借金も出ないそれからまあ初めの3年間はですね私自身で手弁当といいますかお金をひねり出してやってたんですね。で まあ収録ではあってももう一つ生らしい生の番組のように聞かせたいそれもあってとにかくできるだけ直前放送日の前月までに収録しているためギリギリまでゲストが決まらないとかですね一人のゲスト候補の返事をいただくまでエチケットとしてはですね次のゲストに声がけができないこの辺が苦労ですね何人かに声かけといてスパッと埋めちゃうとかそういうわけにはいかないので。 本当にドテキャンされたこともあったんですけど最悪、まあ、自分で話せばいいかなぐらいに思っていたので <laughs>、はい、ちょっと甘く考えていましたが鍵屋さん国崎さんって方々からいつも助けてくれて、えー、それぞれこの方たちは3回4回、はいうん、出演してくださっています。やっぱりこうね 皆さんのまあ助けもありながら、うんうん、でもこう砂田さんご自身のやっぱりいろいろ丁寧に一つ一つ、ねはい、あのゲストの方に対応していてっていうことの積み重ねでいらっしゃるんですね。はいはい、なるほどでこの番組自体は放送後にもインターネットで聞けるんでしょうね。うねはい、いつくもの「安心安全情報」っていうまあサイトがあって、えーはい、そこでバックナンバーが聞ける、うん、もう一つはテキストを読むことができる。はい こういう仕組みを作っています。なるほど。はい、じゃあ,あの番組聞き逃した方も、はいうん、あのこのいつこもの安心安全情報というサイトでまたもう一回聞くことができるので、ではい、はい、繰り返し聞いていただけるようになっています。はい、ぜひこちらもチェックしてください。はい、さあそれではここで一曲お届けしようと思います。須藤さん、えー、今日のリクエスト曲お願いいたします。私がはいー、はいえー、エラヒートジェラルドのミスティ をお願いします。 ラフィッツジェラルドでミスティーね、いい曲ですね。ですね。ね、はい、はい。このまあ思い出、はい、もしあれば少しお伺いしたらな<ー>、はいなそうですね。ミスティーっていう曲はですね、えー、私あのフルートをやってまして16年間やってるんですけど、えー、まあコンクールに出た時にグランプリにもらったことがあって、はい、まあ町のちっちゃなコンクールですけどね。はい。 でそれからちょっと自信を持ってですね、うん、まあ一昨年、えー、娘の結婚披露宴でですねうん、うん、フルートを演奏しましたねそうなんです、うんはい、この時はどうですか反響はいやみんなびっくりしてましたよ、ね、そろそろですよね花嫁に父がね, <laughs> ねそんな楽器演奏するなんてありえないですよね、うん、でもみんな喜んでくれましたねはい。ね でま、ず前回実はねあの <laughs> 演奏していただいたんですよね,すねこの番組でもご披露い今日はじゃあちょっとあのお披露はないんですけれども、はい、思い出の曲1曲ね、はい、1> ご紹介いただきました「はい、ラフィッジェラルド・ミスティ」お送りしました。はい さあ引き続きサロンド防災特集番組プロデューサーの園田さんとお届けしていきます。あのサロンド防災ですが、もともとは防災ましづくりという内閣府が推進していた取り組みがあって、そのモデル事業がきっかけとなって生まれた活動なんですね。すねはい、はい。これってどんどんこのまあ経緯があるということで、この政策に至る経緯もお聞きしてもいいですか？はい、はい。えっ、ー、とこれはあの2003年の11月から2004年の3月まで、はい 本当に短いあの期間でやったんですけど、はい、委託調査を実施しました。はい、耐震化と防災対策をテーマにして、うん、東京電統市営沿線の住民に向けて啓発活動を行いました。この中でですね、このサロンド防災っていう番組は、はいはい、まあ,あのどっちらかというと、うん、まあ、えー、リアルではないですよね。なのでリアルなその本当にコミュニケーションも取れる防災のたまり場、はい、これをですね。 ハウススクエア横浜横浜市港北の中川にあるんですけど、はい、ここに設置しましたでこれもだからこの11月から3月までですから、はい、ほんの5ヶ月ぐらいの間 <A> まあ設置をしていたんですが、はい、ほとんど人は来てもらえませんでしたはい。 これは目的はですね防災防犯を切り口にして地域住民との交流を図って地域のニーズを知るということが目的だったんですね。じゃあまあ実際のところはやっぱりなかなかリアルな場所には人は呼ぶことはできなかったっていうところでも番組はおかげさまで残りました。年とというこですあの 番組はまあいろんな方にね聞いていただけますし、はい、はい、やっぱりその防災にこう触れるきっかけみたいなところにもなりますしね、はい。はい、うん、なんかやっぱそのリアルとねこのメディアっていうところのこうクロスがね、はい、うん、今後またなんか実現していく形がねできたいったらいいですね、はいはい。そうですね。でこの番組の方は2004年の1月からですね、うん。はい。 防災専門番組としてスタートしたんですが、はい、最初にこれを立ち上げる時に、うん、東京大学の目黒先生は「うん、ぜひやるべきだ」って言ってくださいまして「うんうん、じゃあ第1回目出てくれますか?」って言ったら「もちろんだ」って言われたんで、はい、立ち上がりました。 なるほど、わかりました。まあでもそういった中、この2010年には日本災害情報学会からこの広い賞という賞受賞されたんですよね。はい。あの YouTube 見ていただいている方はあのご覧いただけるかなと思うんですけれども、ここに立派な盾があります。はい。広い賞2010って書いてますけれども、はい。はい。岡江様であの広い賞というのはですね、はい。日本災害情報学会を作られた、まあ 東大ののご出身の先生が作られた、はい、まあそういう学会なんですけど、うん、そこで、えー、この2010年に、うんまあ、推薦していただいた受賞の理由ですね、はい、これはですね、えー、次の通りなんですけど、はい、あなたの放送局は「うん 災害が来る前に何ができるか何をすればいいのかをテーマに6年半前に始めたインタビュー番組、うん、まだだからこれできてからまだ6年半しか経ってなかったんですけど、ねはい、今は18年も続いてますけどインタビュー番組「サロンド防災」を現在も続けています、うん、そしてこれまでの放送をもとに啓発用の冊子にまとめたりそれがこの辺なんですけど、ねうんはい、まとめたり、はい、地域の防災訓練に参加するなど幅広い災害対策に取り組んでおられます、うん、大都市ではどこも地域のコミュニティが希薄になりがちですが、うん あなたの放送局はそうした悩みを解消する糸口を提供することによって防災開発の役割をよく果たしているものと認められます。はい、よってここに日本災害情報学会2010年広い賞社会的功績分野を授与し、うん、その栄誉をたたえます。というものでしたあことではい。はい でのそろそろですね、はい、須田さん残念ながら、はい、時間になってきてしまいましてはい、はい、あの最後にリスナーの皆さんにメッセージを、はい、お願いいたしますわ、はいはい、かりました、はい、えー、防災の基本はですね自分の身は自分で守ることなんですね、はいえー、まあ、普段イメージできてないことってやってないこと、うんうん これは備えることも発災時に対応することもできません。はい、ま、フェーズフェーズフリー防災という言い方がありまして、普段使いがされていることが重要なんですね。はい、イマジネーションが大事で、普段使えていないものはまあ災害が起きた時にいざ行動しようとしても何もできないんですね。で、自分が助かったら人を助けることができる。はい、日頃から緊張付き合いができていると助けたり、助けられたりが抵抗なくできていくんですね。はい、これはあの新型コロナにも。 言えることですが手洗い、うがい、三密を避けるなど自分の身を本気で守れる人が隣の人を助けることができて大きな災害を受けた時でも公の支援を受ける権利があるこういうふうに思いますなるほどね、やっぱりこう人とのつながり はいうん、を作っていくねきっかけとしてやっぱりこの地域のメディアっていうのもね、はいうん、どんどんこううまく広げていけたらなって改めて松島の番組やっててすごい思うところではありますありがとうございます、はい、さあ園さん今日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました、はい、えさてここで富士通アルカリ乾電池のフラッグシップモデルプレミアムエスをご紹介します 富士通アルカリ乾電池のラインナップの中で最も長持ちして大電流特性を持ち合わせているのがこのプレミアム S すべての使用機器で高性能を発揮します FDK の独自の技術によって10年間の長期保存期間を実現しましてなんと10年間は液漏れ保証がありますですので防災備蓄品としても安心してお選びいただけます 日本気象協会公式天気サイト天気 JP から今週のお天気をお伝えしますはいということで、まあ、今日は気温が上がっていますこの後神奈川は26度まで上がる予想となっていますさあこの先1週間ですが、うん、今日の変わりやすい天気ということで周期的に繰り返して雨が降ったり晴れたりということになります最新の天気情報は、えー、日本気象協会天気 JP アプリウェブサイト活用してくださいね最新の天気情報をぜひチェックなさってください えさて今週のプレゼントですえ今週は FDK から新発売になりましたウルトラマンデザインアルカリ乾電池炭酸8個パックを抽選で5名の方にプレゼントしますえこちらはウルトラマンの55周年記念を えー、55周年を記念した商品ということで55周年なんですねこのようにウルトラマンがデザインされたアルカリ乾電池となっています住所氏名電話番号を番組の感想を明記してこちらまでメールでご応募くださいプレゼントアットマーク fm-sarus.jp メールの件名には富士通アルカリ乾電池プレゼント係と記載してください締め切りは5月8日メール到着分までですたくさんのご応募お待ちしていますはい ということでここでメッセージご紹介します神奈川県川崎市の女性の方ですね最近震度2から4くらいの地震が多いのでそろそろ大きな地震が来るのではないかとビクビクしています備えるラジオを聞いて万全の備えをしておきたいものですということでメッセージありがとうございます先日の放送で1日前プロジェクトをご紹介しましたがもし明日 ご自身が発生したとしても万全と言える備えをしておきたいですね,ね先ほどの園田さんの、ね、お話でもありましたねやっぱりイメージですよねどんだけこう、ね、リアルにイメージして準備できるかというところもすごい大事になっていきます今後ともこの番組よろしくお願いいたしますメッセージの宛先は msg.fm-salus.jp アットマークでお待ちしています えそしてですね来週の月曜日5月2日のソナイルラジオはお休みとなります次回は5月9日となります5月9日にまたお会いしましょうえ本日のゲストはサロンの防災のプロデューサー須野正人さんを迎えしましたありがとうございました、はい、まありがとうございましたこの番組は富士通電池でおなじみ FDK の提供でお送りしました。